まずとにかく各フレーズの入り口をね、スムースに入る。だから入り口にあまり力入っちゃうとね、今度は2語目以降がこうデクレッシェンドしていっちゃうから、なるべくね、こう前に出していく、声を前に出すっていうのが発声のね、一番大事なことだから。特にあの、そばにいてなんていうところでも、あの静かに歌う最後の方のそばにいてもあるでしょ。だから最初の方は例えばそばのところで、そばにいてこのくらいで入っていっても、今度はそばにいてぐらいで入ってくるところもあると。そうするとこの開き方、そばのところでうわってこうクレッシェンドすると、そばにいてになるし、それから軽く滑らかにいくと、そばにいてになるしね。それを上手に使い分けていくっていうのはね、歌い方だから。じゃあいきますね。
今みたいにこうその言葉を相手に伝えるときにね、入り方ですよね。だからあの入り口ってやつは結構みんな力入りやすいじゃない。だけど僕はいつも言ってるように、各フレーズの入り口は口元が緩んでなきゃダメです。それから2語目でふっとこう動けるかどうかで、2語目で動くときのその動き方が割とこうクレッシェンドがなだらかなのか、それともクレッシェンドの角度くじるし、くの印だよね、くの印がうわってこう広がるのかっていうんで、ものすごいそのフレーズ同士がね違ってくるでしょ。今みたいにこれなんか静かにやるそばにいてと、思いっきりやるそばにいてがねこう来るから、最後にねそこでものすごいメリハリついてるから、かっこいいんでしょこの歌ね。じゃあこの歌の、次回はこの歌のね仕上げの歌をねまた歌いましょう。